批判と意見は違う。次の動画でですね、毒を吐こうと思っているので、先にちょっと補足説明させてください。はい、先にってのもおかしいんだけど、ですね、何の話かっていうと、批判と意見は違いますよって話です。わかりますかね。はい、批判と意見は違いますっていうことを大前提に、していただきたいと思います。はい、ちょっとね毒吐こうと思ってるんで、これどういう話かっていうと、まあ今世の中に批判やらね誹謗中傷が溢れていますよね。悲しいことにね、はい、まあとにかくそれが僕は悲しいわけですよ。まあだがしかしね、まあその何も言っちゃいけないってわけじゃないんです。そう、意見にしてくれって話。そう。まあ例えばね、俺がその今習慣化っていうものを重要だと思って人生の指針にしてるとこあるんですけれど、まあ例えば、ね、意味ないっていう人もいると思います。でも、習慣化って意味ないよじゃなくて、まあ、俺はあんまり重要と思ってないよとかさ、まあ、俺は習慣化よりもこっちの方が大事だと思ってる。これは意見じゃないですか。意見。習慣化って意味ないよじゃなくて。そう。例えば俺小説書いてますけど、小説に対しても、全然面白くないこの作品じゃなくて、俺この展開がちょっと微妙だったなとかだったら意見ですよ。それは別にいいじゃないですか。ああ、なるほどね。参考にもなりますよ。そう。面白くない。見る価値ない。とかは、これは批判になりますよ。そこの違い、微妙なニュアンスだけどね。例えば俺で言うと、俺トマトね、苦手なんですよ。トマトわかります？結構トマト苦手な人もまあいると思うんですけど、でも逆にトマトめっちゃ好きな人もいるじゃないですか。そう、トマト苦手なんですけど、例えばよ、トマトはもう食い物じゃないと。あんなもん食い物じゃないと。美味しくないと。これは批判だと思うんですよ。いいっすよ。その、なんか友達の間とかでさ、まあトマト無理とかさ、無理とか冗談で言ったりとか、まあ、普通にいや、マジでトマト無理だから、まあ、まだ許せる。でも、例えば、その友達がトマトを作ってる人だとしたらどうします？それを生業にしてる人だったら、ね、その人の前で、いや、トマトなんて食い物じゃないよって。美味しくないよ。あんなもん食い物じゃない。人間の食い物じゃない。って言ったとしたらさ、めっちゃ悲しくない？それを生業にしてさ、もう自分の人生をかけて、トマトと向き合ってる人がいるわけでしょ、世の中に。そう。その人からしたら、すごく悲しいじゃない。でも、例えばその、いや、俺トマト苦手なんですよ、みたいな。もう個人の意見です。私は苦手なんですっていうことだったら、まあ、まださ、あ、そうなんですね、ってね、なんかもっといいトマトを作れたらいいんですけどね、とかってなってくんだけど、だからそこで、批判と意見ね、これすげえ絶妙な差なんだけど、そう、私個人としてはっていうのが意見ですよ。もうそれ自体をなんか否定する人めっちゃ多いけど、そうじゃなくて、なんかこう、なんだ、言いたいことがあるんだったら、私はこうなんですで、こう、個人の意見として言うべきですよっていう話です。それだけでも全然変わってくると思うんですよね、その、トゲというかさ、なんだろうな。まあ言わなくていいことばっかりだけど、実際反対意見ってあんま言わなくてもいいんだけど、まあその、なんだろう。まあその何かを言うにしても、私はこう思いますよの方向で言って、た方が堅実かなと、堅実というか優しい世界かなって思うので、だからまあ俺もね昔は結構ね批判とかしちゃってたけれども、まあ正直気をつけてます。相手が傷つかないかなって考えてさ、まあ俺はこう思うけどねってとどめておいて、でもあなたのやってることは。いいと思いますよって素晴らしいと思いますよってそれでいいじゃないですかって話です。これちょっと大前提としてちょっと次毒のある動画投稿しますんでこの動画見てから見た方がいいかもしれないです。めっちゃ毒あります。はい、すいません、ちょっと先に謝っときます。批判来るかもしれん、これこそ誹謗中傷来るかもしれないけど、はい、よろしくお願いしますということで、はい、批判と意見は違うって話でした。お疲れでした。